にちは、丸谷彩乃です。ニンジャラ続きやっていきましょう。スタートー。よし、今日ね、エピソードに変化だ、尾行だ、隠密だ、こちらやっていきたいと思います。スペース忍者の後をつけ、手がかりをつかめ。これをやろう。変化だ、尾行だ、隠密だ。まあよ、そもそも我々の祖先である忍者は影と呼ばれていた。影とは誰にも気づかれることなく、影のごとく隠密で行動することじゃ。ふーん、じゃあ要するに誰にも見つからなきゃいいのか。そうじゃ、ただ敵はスペース忍者とすれば容易ではない。なるほどね。そこでじゃあ隠密行動に必要な変化の術を授ける。てんてんてん変態の術、変化じゃ、バカモン。相手に気づかれそうになった時、別の何かに変化するということじゃ。どうやって？忍者ガムにはガム変化の術がある。敵に我々の動きを気づかれてはならない。くれぐれもむやみな戦闘は控えるのじゃ。よっしゃ、行きましょう。あ、待って、お、気づかれちゃいけないんだよねもうこれ結構むずいぞ。気づかれないようにしないといけない。気づかれずにターゲットを追いかけよう。え、足伸びたけどめっちゃキラキラ光ってる敵が。怖い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 、静かになってしまう。慎重に追いかけないといけないもんね。あれ、いなくなっちゃった。え、どこ行った？え、なんか上登ってったんかな？いなくない？どこ行った？あ、上にいるのかな、もしかして。なんか登ってくるんだけど、この子。あ、待って、いる！あ、見つかった見つかっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、見つかっちゃった。全員倒す。倒さないといけない。よし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 、またあやつを倒すのじゃ。でも意外とさ、隠れながらだけどさ、見つかった。見つかるの早くない？ちょっとむずいってこれ。よし、おお、めっちゃ目の前にいる。これ気づかれずに行くの結構大変だな。ね、見つかっちゃったね。見つかっちゃう、これ。意外と変化の術してる間短いから、すぐ見つかってしまう。なんかガムくっついてる。あ、どっか飛んでってった。これ何？これ別に関係ないのかな？どこ行った？待って待って、攻撃されてる。ね、見つかっちゃう。さっきのピンクイコどこに行ったの？全然わかんなかったんだけど。あ、いた！いた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 。あそこにいる。どこ行った、あの子。やばいやばい、ちょっと。あ、見つかった。で、見つかんの早いって、ちょっと、もう、難しい、隠密。あ、いた！え、見つかった早くない？見つかんの。今、普通に隠れてたじゃん。なになになに？あ、いた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 。あ、いた！いたわ！いたわ！上に登ってたのか。全然見えなかったな。近くのすべての敵を倒そう。倒した。いた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 。あの子、次どこ行った？あ、下に行った。
これを見つけながら行かないといけないけど、ちょっと待って、攻撃しないで。ドローン見つけた。ちょっとドローンは攻撃していこう。ポイント高いから。え、見つかで見つかんの早いって。やだやだ、ちょっと見つかっちゃったよ。見つからないで、ちょっともう。ただでさえ見失いがちなのに。またあやつを倒すのじゃ。ちょっと待って、その前にさ、倒さないと、この辺の子たちを。いやー、ちょあの子いるのに。見つかっちゃった。ちょっと待って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 、紫の子強すぎる。紫の子が強すぎて。よし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 、あ、いた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 。でも時間がもうないんだけど、こいつまでやるんだろう。どこまで行くの。え、無理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 、ちょっと待って、難しいって。力ずに尾行は分かったけど、どこまで行くの。こ行き止まりだよ。あ、消えた。あいつが消えたあたりをよく探すのじゃ。こ？待って、敵、敵がいっぱいいるよ。ちょっと待って、敵だらけなんだけど。ちょっと待ってマジか、ちょっと敵がいっぱいすぎじゃないか。これは急に出てきたね。なになに、え、ボス？どこ今の。うわー、ちょっと待って、絶対強いじゃんこいつ。やばいやばい、ちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと強い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 って。いけ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 、ゴーゴー、いけ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 。あー、ちょっと、よしよし、もうちょっともうちょっと、よし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 、イエーイ、倒した。うぬー、師匠ごめん、ちょっと予定が狂っちゃってさ。まあ仕方なかろう、結果的には得られたものもあったしの。得られたもの？これじゃあ、お、巻物。なになに？忍者の DNA が入ったカプセルじゃ。それってどういうこと？奴ら、手当たり次第に誘拐を繰り返しているわけではない。え？そうなの？つまり、忍びの力を持つ子を探しておる。まだ、己の力に気づかない。もしくは、気づかされてない忍者の DNA を持つ子を見つけ、その DNA を摂取するためじゃろう。ってことは、そこでジャパン。奴らはまだカプセルを持っている。そのカプセルを集めるのじゃ。オッケー。はい、ということで今日はですね、エピソード2、変化だ、尾行だ、隠密だ、クリアしていきました。いや、全然あのピンクエコが見つからなくてさ、めっちゃ苦戦してしまった。いや、どこに行ったのか見ながらやらないといけないけど、途中で戦闘が入るとピンクエコがね、どこ行ったか全然わからなくなってしまう。ちょっとね、結構、エピソード2大変でした。次はね、エピソード3やっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。